連鎖刑事の話。世間を騒がす大学生連続死亡事件。私はその捜査を担当している。謎ばかりの事件。一つのグループが行方不明や謎の死に見舞われたかと思えば、それは友人同士を枝分かれし、たくさんの同じ被害が出た。死に方も奇妙だ。多くが窒息死だったが、溺れてもいなければ喉を閉めた跡もない。喉に異物が詰まった痕跡もなく、不可解だった。調査をすると被害者たちは、女の子の声がする、足音がついてくる、毎晩夢で着物の女の子が殺しに来る、現実にまで着物の女の子がと、よくわからないことを口にした。その後、行方不明や謎の死を遂げる。怪奇現象と騒がれてもいたが、何の証拠もない。頭を悩ませていると、噂の写真を入手したという大学生から連絡が入った。噂の写真とは、一人の大学生が山奥の祠から持ち出した心霊写真だそうだ。話を伺うと、友人が流行りの心霊写真だと言って一枚の写真を見せてきたらしい。それを見てから、被害者たちと同じ現象に襲われているようだ。これが原因なのかと友人に写真のありかを聞くと、持ち主に返したという。持ち主を聞き出して写真を貸してほしいと言うと、返さなくていい、ポストにも入れないでくれと押し付けられたようだ。誰にも絶対に見せないという条件で、私はその写真を受け取った。黒ずんだ写真。なんとなく、お地蔵さんと白い煙をまとった着物の女の子が見て取れる。大学生は、人が死ぬにつれ、写真が黒くなっていくらしい、と言った。大学生と別れてから異変を感じた。女の子の声が聞こえるのだ。何と言ってるかまではわからない。ささやく声。気にしてはダメだと、私は自分に言い聞かせた。写真は入手できたものの、撮影場所もわからなければ、この怪異の止め方もわからない。結局自分も被害者となった挙句、手詰まりとなってしまった。頭を抱えていると、別の事件を担当する先輩から電話が入った。とある清掃業者で突然何人もの従業員と連絡がつかなくなったらしい。そして死亡者も多いことが判明した、という内容だ。そっちの事件まで手に負えませんよと言うと、先輩は声のトーンを落とした。この事件は大学生連続死亡事件と酷似している。何かそっちで掴んだ情報があれば共有したい。ふと、私は思い浮かんだ言葉が口に出た。写真がどうとかって話が出てたりしませんかね。
先輩と話をつけて清掃業者の社長と会うことにした。やはりこちらの事件でも写真のやり取りがあり、原因が写真であることも判明していた。しかし、写真は従業員の間を渡り歩き、今ではどこにあるかわからないという。社長に会うと、大学生連続死亡事件との関連性について説明した。そして、写真も入手して、今は自分も被害者だと伝えた。伝えた上で、写真を持っていませんかと聞くと、社長は驚いた顔をして、待っててくださいと席を外した。予感は当たった。社長は写真を持っていながら、知らないと答えていた。警察に提示してしまえば、被害が警察の間で拡散されるのを分かっていたからだ。社長は小ぶりの箱を持って戻ると、ためらいがちに私に手渡した。礼を言い、写真の見つかった家の住所と依頼主を聞いて、私は退散した。一人になってから箱を開けた。中にはボケた写真が入っていたが、黒ずんでいないだけで内容は大学生にもらったものと同じだ。写真を箱にしまうと、依頼主に連絡をした。依頼主と家の関係は親戚のようだ。両親が亡くなり、一人残された息子を引き取り、家は処分することにしたという。二日後、依頼主の家に伺うと、緊張した面持ちで息子が出迎えてくれた。部屋に通されると急に、清掃業者さんたちが死んだのは僕のせいだと言い始めた。なぜかと聞けば、父親の日記から写真を見つけ、母親に見せたのは自分だからだという。その写真を見て、母親はおかしくなって死んだ。そして母親が取り上げた写真を見つけることができずに、引っ越してしまった。だが、写真を清掃業者が見つけてしまった。不思議なことに息子には何の現象も起きていないという。君の写真はこれかいと、社長から受け取った写真を見せると、もっとピンボケの写真だった、という。もう一枚あるんだけどと言うと、僕は一枚しか知らないと驚いていた。誰かが焼き回ししたとも考えにくい。ありがたいことに、父親の日記には写真を撮った場所が記載されていたので、帰って調べることにした。調べてみて驚いた。その写真の撮られた廃村では、80年以上も前に大量殺人事件が起きていた。犯人はその村に住む双子だったが、その双子も自殺したらしい。その自殺をした現場が、参道入り口のお地蔵さんの前、写真が撮られた場所と同じだった。なぜ双子が犯人か分かった理由は、村の男が手伝ったと供述したからである。私はこの廃村に行くことに決めた。それを依頼主へ伝えると、予想通り息子が
一緒に行きたいと言ってきた。その夜、怖いことがあった。ふと目を覚ますと、枕元に着物の女の子が正座で私の顔を覗き込み凝視しているのだ。片側だけではない。両側からだ。両側から同じ顔が私を見つめ、覗き込んでいる。双子だろうか。私は恐怖に気を失ったのか、気がついたら朝になっていた。廃村への道中、父親の話を聞いた。廃墟が好きでよく取りに行っていたらしい。綺麗なトンボ玉が欲しくてねだったこと。急に様子がおかしくなって死んだこと。父の友人にオカルトに詳しいおじさんがいたのだが、父が亡くなる頃に行方不明になったこと。すると、写真が見たいというので、箱の中だと伝えた。こわごわと箱を開けて覗いてから、写真を一枚一枚凝視する。気になることでもあったかと聞くと、この写真、それぞれ写ってる女の子が違うと言った。黒い写真で見えづらいが、帯留めがついになっているという。そして一人には帯飾りの根付けがついている。もしかして、そう言ってリュックからトンボ玉の根付けを取り出した。廃村に着くと事件のことを知っているからか、陰鬱な雰囲気がした。参道入り口にお地蔵さんを見つけると、足元に花束を供える。写真も供えようかと取り出すと、変化があった。黒ずんでいた写真は、日が陰ったように黒い写真になり、ぼやけていた写真は、白い煙が消え、ピントの合った綺麗な写真になった。一瞬の出来事でお互いに目を見合わせた。写真から重々しい雰囲気がなくなったのがわかる。これは君に返すよと写真を差し出すと、僕はこれを双子に返さなきゃと、お地蔵さんの前にトンボ玉の根付けを置いた。どこからか、ありがとうと言われた気もしたが、私たちは気づかないふりをした。